何か釣れてます。お、クロダイ、クロダイが釣れました。よいしょ。はい。あ、反対だ。はい、クロダイが釣れました。エビで釣れました。うん、なんか釣れてるかな。なんだろう。重いな。あ、釣れてる、なんか釣れてる。あ、ギマだ。ギマが釣れてます。なんかこれでも貝がのひっついてますね。うわ。貝がひっついてます。おう。ギマです。キュッキュ、キュッキュ鳴いてます。あ、何か引いてます。あれ、あれ、何もついてないか。あ、釣れてる釣れてる。わあ、ん？あ、キビレ、はい。ちょっと小さい、小さいキビレです。すごい小さいキビレです。おお。トゲがありますね。よいしょ、ありがとう、またね。あ、行っちゃった行っちゃった。何か、なんか当たりがありましたけど、重い。あれ、軽くなった、急に。外れたかな。あ、葉っぱがついてる。葉っぱが釣れてしまいました。残念、失敗しました。あらら、失敗しました。あら、ハゼがついてきました。投げるの失敗したらハゼがついてきました。ハゼです。竿が、竿先が揺れてます。なんか当たりがありますね。何でしょう。弱い、比較的弱い。あー、ちぎられたか。完全に食ってなかったみたいですね。何でしょうかね。餌買いましょう。ね、めんどくさがらずにですね、餌を変えましょう。頭をね、避けてグッ、串刺しみたいな感じですね。頭からあって
釣り教室ですね、先生から習いましたが、まあどっちもですね利点がありますので、どちらでも良いと思います。一応一旦なねところがありますので、まあ、長い場合は切って使うか、まあ、杭がいいのであまり長く垂らしを垂らなくてもいいのかもしれませんけど、とりあえずもう一回同じ場所に投げてみたいと思います。よいしょ、何が来てたのかな。あーっと、いきなり当たり来てますね。食うかな、一発で終わっちゃうかな。あ、来てますね。なんか釣れてるかな。あ、抜けた。あー残念、何だったんだろう。あー、またちぎられてしまいました。